はいどうも、アバンティーズのソラチーとつりめとリクオです。まあ、前回はコース2を挑戦したんですけども、はい、今回はコース3をやっていきたいと思います。フィッシャーズに2勝1敗、はい、ということで、まあ、2連勝したわけですよ。そうだよね。だ今回で失速するわけにはいかないぞと。確かに。大丈夫、俺いき。お前が一番ダメなんだ。そうだよ、全く慣れてねえんだよ。早くしないと。その口どこから出てくるってことで、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、これちょっと付け替えのテクニックもちょっと試されるとこですね。これシルク48秒。48秒、マサイ2分49秒。勝ったな。お前その確信は何なんだよ。よーいスタート。これ俺が1分半出せばいいってことですよね。これどんな技使う。これはちょっといけるかもしれないぞ。プレミアもいいんじゃない、諦めて。やめろ。ちゃんとやるぞ俺も。よーいスタート。うわーやばい、怖かったやっぱ。よし。あー、これやばいね。思ったほど怖っ。わっ、わっ、すごい、進め。おめえが言うか。なにこれ、コース3やばい。あっやばい、やばっ。やばい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 。あっあっ、これむくむく、これ何でもむく。あっ、むいたむいた。あっもうやだよ、やだー、これやばい。マジマジでマジやばい。何を通すか。こっちは真剣ですよ。わあ！わあ！
きまーす。うわー、これはやばい。あ、またこれやばいやつだ。ははっ、わかった。 OK。 あ、手離した。うわあ、危ない危なかった。というわけで、はい、コース3を終えて、はい、どうでしたか。怖かったね、あの丸太のやつが。とりあえずビビり倒してたよね、今回。過去最大だよね、うん、やばい、コースさんマジで怖かった。ということで、まあ、フィッシャーズとの勝負も、はい、まあ、多分勝ったと思うけど、まあ、まだ分かんないので、はい、次のコース読んで完璧に決着をつけてやりましょう。そうだね、ストンプ泣きまでにぶっ倒してやりましょう。そうだね、うん、次のコース4の動画も下の概要欄からチェックしてみてください、はい、ということでコース4行きましょう。行きましょうか。ぶっ倒してやりましょう。はい、ということでバイバイ。